知ることでゲームはもっと楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。フォールアウト世界の解説動画を作っております。よろしくお願いいたします。というわけで今回の解説でわかることは、ヤムヤムデビルエッグのすべてです。これを初めて見た日からその正体が何なのかわからなかった皆様、お待たせいたしました。この動画でそのすべてが明らかになります。それでは早速始めていきましょう。ヤムヤムデビルエッグ徹底解説。ではまずはそもそもデビルエッグとは何なのか、そこについてしっかりと解説をしていきましょう。デビルエッグはアメリカやヨーロッパをはじめとした多くの国々で愛される卵料理です。正しくはデビルドエッグで、他にもスタッフドエッグやサラダエッグ、ドレスドエッグなどの別名があります。アメリカでも古くから愛されるパーティー料理で、オードブルや前菜として楽しまれてきました。デビルドエッグはゆで卵を半分に切り、くり抜いた黄身にマヨネーズやマスタード、香辛料を混ぜてペースト状にし、それを白身に詰め直した料理です。またこの中身を作る際に辛くしたりスパイスを効かせたりするのが一般的で、簡単に言えば黄身の部分をピリ辛の卵サラダにしたゆで卵料理です。アメリカでは悪魔のように辛いという意味から、辛い料理にデビルという名称が使われます。他の料理ではデビルドハムやデビルドチキンなどがありますが、日本でも悪魔のような唐辛子やドクロのようなイメージが使われていますよね。料理に使われるデビルの意味は、辛く味付けした、スパイスの効いた、風味が強いなどです。デビルドエッグの歴史は古く、その起源は古代ローマに遡ります。やはり全ての道はローマに通じているようです。レシピもほとんど変わらず、ゆで卵をスパイシーなソースで味付けしたもので、これもパーティーの前菜として提供されていました。古代ローマの富裕層にとって客人をもてなす際の定番であり、中世ヨーロッパの料理本にも数多く掲載されています。デビルドエッグの最古のレシピは13世紀にスペインのアンダルシア地方で書かれたものであると言われています。アメリカの最古のレシピは1877年にアラバマ州のモンゴメリーの地方新聞に掲載されたもので、その後瞬く間に製法が広まったデビルドエッグは1940年代までにアメリカのパーティーでの定番料理となりました。その人気はかなり高かったようで、2019年のアンケートによると、イエス・キリストの復活を祝うイースターの日4月9日にはアメリカ人の実に 61% がデビルドエッグを作るそうです。製法は若干異なるようですが、ヨーロッパにおいてもフランス、オランダ、ドイツ、ハンガリー、ルーマニア、ポーランド、スウェーデン、マルタ島など多くの国々で古くから愛されています。ではそろそろフォールアウトのお話に戻しましょう。ヤムヤムデビルエッグはフォールアウト3から登場している食品アイテム、戦前から存在するインスタント食品です。ここまでの解説でご理解いただけるように、実はアメリカでは大人気の料理であり、一見すると一体どんな料理なのかわからなかったり、マニアックな食品のように思われますが、アメリカ人にとってとても馴染みのある商品だったわけです。ただいくら人気とはいえ、200年前から存在する卵のインスタント食品というのはものすごく危険な香りがします。おそらくは戦前の食品の中でお腹を壊すリスクが最も高い食品であり、普通に考えれば食べられたものではありません。作中のアイテムの効果は見ての通り、まさしく普通の効果です。おそらく皆さんが最も気になっているであろうヤムヤムという名称についてもしっかりと意味があり、これは簡単に言うと美味しいという意味。それもどちらかというと子供が使う幼い言い方のようで、ネットではよくうまうまという表現が使われます。無理やり翻訳するとヤムヤムデビルエッグはうまうまスパイシー卵といった意味となりますが、それ自体が商品名なので日本語にするとしてもヤムヤムデビルエッグで問題ありません。その発音からなんとなくアジアっぽいイメージがありますが、実はこれもアメリカで生まれた言葉であり、一説には子供がもぐもぐしている擬音を英語化したものが由来だと言われています。
さらに実はヤムヤムという言葉は日本の飲食店の名称にも使われています。ちなみにホールアウト3ではヤムヤムの宅配卵という名称でしたが、これはお察しの通り誤訳であり、ヤムヤムデビルドエッグをヤムヤムデリバードエッグと間違えたことでこうなったと言われています。決して宅配された生卵ではないので安心してお食べください。ただもちろん身の安全は保証できません。味に関しては小さな情報がいくつかあり、一つは食料を要求したレイダーが大量に送られてくるこの商品が嫌になり、もうやめてと手紙に残していること。もう一つはパイパーのパブリックオーカレンシズのタンスの下にこの商品が5つ隠されていることです。ただレイダーの手紙を見る限りはパイパーの大好物というわけではなく、嫌になって食べ残しを隠している可能性が高いです。つまりヤムヤムデビルエッグはまずいと思われます。フォールアウトに登場する料理を再現できる公式の料理本にもレシピが掲載されていますが、こちらはきっと美味しいので機会があればお試しください。というわけでヤムヤムデビルエッグ徹底解説は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。